どうも、レジドラゴ、腕落としちゃったら多分こんな感じになる。ああ、無限大なね。この5匹目にさ、上から5匹目に禁止伝説級枠のポケモンを配置するのこれなんなん？普通一番上か、一番下か、まあ、2番目やろ。1、2、6番目に置く人は理解できるんだけど、3番目と4番目と5番目に禁止伝説級枠のポケモンを置くやつの思考が理解できない。絶対部屋の片付けできないタイプ。ちょっと言い過ぎました。まあ、でも相手のパーティーいいっすね。ヘアリータイプが採用されてないので、まあ、今環境で一番強いフェアリータイプってザシアンなんだけど、まあ、ザシアンを採用しない場合、まあ、パーティーにフェアリータイプが採用されないことも多いと。まあ、するとドラゴン技の一環ができるので、まあ、今回みたいな相手に関しては、まあ、レジドラゴンでね、ドラゴン技連打したら勝てると。まあ、一応鋼タイプのヒードランとテッカガヤが、まあ、相手のパーティーだとドラゴン技を半減で、まあ、受けてくるけど、まあ、ゴリ押しでいけるっしょ。竜のアギト舐めんなよ。大変よろしくお願いします。まあ、初手は、無限ダイナか。ガラルチャンピオンの無限ダイナ。そういえば、ポケマスでガラルチャンピオンが、ダンデが、無限ダイナ使ってたな。これ、ボルトロスのデンジャーとかの圧力あるから、普通に殴ってくると思うけどな。まあ、コスモパワーとかあったら打ってくるかもしれないけど、まあ、攻撃してくるんだとしたら、タイプ1で打てるドラゴン技か毒技だと思うから、ここ火炎放射初手から打たれたら、結構シビビールだけど、シビビール。あ、そうだね。ダイマックス王。で、これ、もうヌオーいるんで、これノータイム。はい。はい、もうヌオー。はい、おつ。で、ヌオーに、レジドラゴ合わせて、そっからドラゴン技連打してるだけで勝ちです。はい、お疲れい。かもらせてもらうよ。もうノータイム、こう見えてる。あれ？あれ？ヌオーは？これヌオーいないってこと？しかも相手ザシアンにダイマックスを打ってきてたんだけど、やってることやばくないか。ヌオーいないのか。巨獣山打って引っ込めた。まあ、てっかくやだったら、おいおい、もう無理やってもおるよーみたいな顔して出てきやがって。あの、クソにやけづら絶対ぶっ飛ばしてやる。ザシアンいるから、ヌオー絶対出してくるでしょ。いや、ヌオーか、ドータ君でもザシアン受け入れたりするのかな。とりあえず、やりたいことは、ザシアンを餌に相手のヌオーを釣り出して、そこにレジドラゴ合わせて、相手のパーティーまたフェアリータイプ入ってないじゃん。レジドラゴとヌオーの対面作って、そこからドラゴン技で崩しに行きたい。で、レジドラゴ、激鱗も採用してるんですよ。ので、ハピーでも止まらないため、まあ、出してっていいんだけど、まあ、さっきと一緒でいいか。ボルトロスで様子見して裏ザシアン、ラス1レジドラゴ。これ、さっきと同じ展開になったらどうする？ザシアンでヌオーを釣ろうとする動きを読まれて、普通にレジドラゴ吹き飛ばされたらどうする？いや、それはそれでおもろいから動画にするか。ラプラス出てきた。僕のパーティー、海王ガとか、ウオドラゴン採用されてないから、貯水ラプラス出てこないかなと思ってたけど。あれかな？あ、ネバネバネットマシン読みか。鬼しずくも読みでラプラス合わせたって感じか。水技を強く使えて、なおかつ、ネバネバネット巻くために初手に出てきや、ちょ、俺捕まってない。初手に出てきやすい鬼しずくもに合わせて水タイプに強いラプラスを合わせてきたって。まあ、これボルトチェンジ打って、これ絶対レイド初手から飛んできたらまずいけどな。さすがに氷技だと思うから、ボルトチェンジからザシアンで、鋼タイプのザシアンなんで、氷技を余裕を持って受けることができると。いや、これ釣っていいっすか？ヌオー来ると思うんだよな。初手ラプラスでしょ。ラプラスってザシアンに弱いポケモンだから、裏に絶対にザシアンに強いポケモン、つまりヌオーを連れてきてると思うんだよね。じゃ、もう一度だけ、もう一度だけ俺に、チャンスをくれねえか。いや、これは来る。これ、いや、ここはもう、迷う必要ない。迷ってたら、やっぱ良くないから。己の信じた道を突き進む。よし、まあ、ドータ君の可能性もあるか。あ、ヌオー、はい。で、ヌオーは、まあ、特殊待機はそんなないから、これドラゴンエナジーで。まあ、ラス1無限ダイナだったら、もうそもそも、
こいつを、ハピナスかな、ハピナスの可能性。あ、ドータくん、ドータくんヌオってめっちゃ対ザシアンにガッチガチに来てるんだけど、無限ダイナ出さないパターンね。まあ、言うてドラゴンエナジー結構半減と言え、まあ、えぐいぐらい持っていくと思うけどね。あー、まあ、3分の1持ってってくれてるんだったら、とりあえず連打でいいや。ドータくんの型わかんないから。眠るとか持ってるんかな。とりあえず連打してって、まあ、ここ何を打ってくるかを様子見したい。はい、次で落ちるけど、ドラゴンエナジーは、あ、鉄壁鉄壁だったら勝ったぞ。なんでこれ鉄壁打ってきたんだ。あ、あれか。引くと思ったのか。こっち側が、レジドラゴンは引くと思ったのか。これ受けれてないから、このままドラゴン技連打で勝ちだわ。そう。さ、こういうことがしたかったんですよ、さっきね。ちょ、一戦目。なんか相手がザシアにダイマックスを打ってきたから全部終わったけどさ。こいつも、こいつもぶっ飛ばし終わり。もこもこさん、対戦ありがとうございました。ふと気になったんですけど、僕って視聴者の方にヌオーがガチで嫌いなポケモンプレイヤーとして認識されてる可能性ある。ちなみに言っとくと、ヌオーは嫌いではなくて、どっちかっていうと好き寄りのポケモンですね。青いポケモン好きになりがちなんですよ。でルカリオとかザシアンとか、で鬼しずくも好きだし、ボルトロスも好き、ガブリアスも好きでしょ。あ、でもウオンドラゴンてめえはダメだ。でヌオーは僕の家にぬいぐるみがあるぐらい好きなポケモンなんだけど、ただザシアン相手ににっちゃーって出てくるヌオーだけはガチで嫌い。ってことで、選出はレジドラゴンが通せそうなのでレジドラゴン、で相手のルギアがちょっとめんどくさそうだからデンジャーとか挑発で絡めて多く使ってくるルギアを止めれるボルトロスで、あとは適当に使って強いザシアン、この3体でいきます。まあ、相手のパーティーにアローラキューコンっていうフェアリータイプのポケモンがいるんだけど、まあ、僕のパーティー鋼タイプのルカリオと鋼タイプのザシアンがいるんで、この2体見といて氷タイプのアローラキューコン投げれますかっていう話なんですよね。でこれはルギアは HP マックスの時特性マルチスケールでありえんレベルの耐久を持ってるので、まあ、1回ボルトロスに引く。打ってくる技は瞑想とかじゃないかな。あ、デンジャーか。一番おいしいの来た。でここはガブリアスがいるかどうかなんだけど、まあ出てきたら出てきてから考えるか。ボルトチェンジでデンジャーとかでもいいんだけど、多分引いてくると思うんだよな。挑発とかデンジャーとか、まあそもそも電気タイプのボルトロスに飛行タイプのルギアで突っ張りたくなさそうだから、ガブリアスいないっすね。これインクルーダーじゃないわ。インクルーダーは、ローブシンだっけ？ガエンが出てきて、これはボルトチェンジを打って、威嚇を入ってない状態で、いや、ただここザシアン投げても、ルイヤーとかで受けられるとめんどくさいし、ここレジドラゴンだな。確実にアローラキューコンはいないから、ドラゴン技が一貫している。で、いや、いけるっしょ、あの HP のガオガエンだったら、ドラゴンエナジーで。ドラゴンエナジーは、潮吹きとか噴火とかと一緒で、こっちの HP が高ければ高いほど技の威力が高くなるっていう。マックス150の。あ、無理だった。はい。ただ、向こうからも打点ないと思うから。あ、捨てゼリフね。捨てゼリフは、こっちの火力を下げつつ、裏のポケモンと交代していく技。ルギアか。いや、ルギアは瞑想とか覚えてるから、これ起点にされる可能性が高いんで、突っ張れないんだよな。まあ、ただルギアはボルトロスを処理するためにめちゃくちゃ時間かかりそうだから。まだボルトロス投げでいいや。あれ、ボルトロス投げます。よい。なんか、釣ってきたんだけど。あー、釣ってきたいや、今の環境にいるウオナラゴンはこだわりハチマキ型しかいないって聞いてるんだけど、これハチマキエラ神受けれないわ。ボルトチェンジ、を、多分、ウオナラゴンの上からボルトチェンジ打てるんだけど、ボルトチェンジ打って、ザシアンとか、投げても、エラ神ってやつが多分バグだから、マスダさん多分これバグです。直してください。これ、エラ神って先制で攻撃されると技の威力半分になるんだけど、なぜかボルトチェンジとかトンボ返りにはそれが適用されなくて、エラ神が2倍に入るって、これバグ直して今すぐ
耐えろ。じゃあ HP275 あるから、しかもドラゴンタイプで半減だからさ、これ耐えてほしい。ちょっと危ねえ危ねえ。いやこれね、いやここまで削った魚ドラゴンのパワーがえげつなすぎるわ。耐えてくれたのは偉いけど、竜の波動をここを魚ドラゴン倒させてくれたのはサイクルが楽になるから。魚ドラゴンをもう一回ボルトロスとかに合わせられてエラ髪打たれるのがなんか一番きついなと思ってたけど、いやここで倒させてくれるのは今後のサイクル展開が楽になる。でルギア出てくる。これはいやまだクッションとして使えるから、ここボルト投げ、ルギアにデンジャーとか挑発を入れつつザシアンで詰めていきたい。 HP275 あってよかったな。エジドラゴって HP 種族値がなんか200あって頭おかしいからね種族値の、いやだからレジ系のポケモン、レジエレキとかの話をするときに居酒屋で適当に決めたみたいな話をね、種族値絶対居酒屋で適当に決めたみたいな話を出すんだけど、あら正直ネタで、レジ系のポケモンは200、どっかにステータス、種族値200あるところがあるから、まあそれの割り振りでそうなったってだけなんだけど、これで挑発で相手のルギアの動きを止めつつデンジャーで足も奪っていって、まあおおよそ勝ちなんだけど、デンジャー挑発でうまいことやりつつ、イカ様打ちたくないな。ボルトチェンジもかといって打ちたくない。まあでもボルチェンかな。イカ様打ってなんか相手のルギアが悪鬼のみで防御力上げてくるみたいな展開が一番きついから、まあ、レジドラゴン HP 種族値200あるんだけど、何位だったっけな、全ポケモン中 HP 種族値が一番高いポケモンがハピナスで、その次がラッキーなんだけど、なんか間にあと1体か2体かいた気がする。エアスラッシュ、こいつはよく頑張った。ウオンドラゴンのエラ髪をその身をもって一発受け止めてくれただけでも十分。挑発解ける。でここまたボルトロス投げて挑発ってなんやかんやしてけば、まあ相手のルギアの展開が間に合わないと思うんでいけると思います。挑発、おいおっさんの挑発。ボルトロスの挑発でも可愛いんだよな、しびれて動けない。いや多分挑発してるポケモンで一番可愛いのボルトロスだわ、これは間違いない。でボルトチェンジ打って、相手のルギアの技構成が瞑想、自己再生、電磁波、エアスラッシュかな。あれ、エアスラッシュとサイコショック乗っちゃったっけ。エアスラだったよな。まあ、どっちにしろザシアンで受けれるから、なんかザシアンのこの背中見るたびに、羽みたいなのあるじゃん。この金色の羽みたいなの。これ、動きづらそうって毎回思うわ。なんか、よく見ると、こう、つながりの、結構なんか、つなぎ目の部分がね、雑なんだよね。ノリでくっつけ回したみたいな。ルギア引っ込めて、ガオガインが出てくる。やば、まあ、ガオガインはドラゴンエナジーで結構削れてるから、じゃれつく、受けれないでしょ、威嚇入れてるとはいえ。あ、これ巨獣山でよかったかな。あ、当てるんだったらいいや。で、相手のガオガイン倒す。で、あとはルギアなんで、また挑発でね。ボルトの挑発で、まあ、破滅展開していけば、まあ、積まれる心配もないし、負ける心配もないだろうと。今日普通に対戦に集中しすぎて、対戦に集中してたというよりは何も考えずに動画撮ってたからこうなったってだけなんだけど、いつも最近はね動画中に動画についたコメントを読むようにしてたんだけど、もうおそらくこの動画も終わると思うので、挑発って、いやこれ長いか、これ早送りした方がいいかな。いやほぼ勝ちなんだけど、しびれて動けない、ほぼ勝ちなんだけど、まあ、ちょっとコメントを読むの忘れてたけど、許してください。でもコメントは書いておいてください。はい。また拾う可能性あるんで、諦めないな、相手。で、これでルギアのマルチスケール潰しつつ、挑発も入れてるんで、デンジャーとかも打てないから、安全な状態でザシアンを着地させることができるっていう。まあ、このボルトザシアン時代は、8月の序盤ぐらいに使ってた人がいて、ちょっと流行ったけど、最終的には使ってる人ほとんどいなかったっていう。まあ、多分そんな強くなかったんだろうな。僕もそんな強くないと思います。今適当に使ってるけど。巨獣さん対戦ありがとうございました。今日は環境にフェアリータイプが少ないならレジドラゴ強いんじゃねってことで使ってみました。よかったらチャンネル登録、高評価、使ってほしいポケモンなどいればコメントお願いします。バイバイ。